皆さんこんばんは。毎週火曜日のこの時間はマーケッツのツボ。ありがとうございます、今日はゲストにイーバラント証券投資情報室長の小野田誠さんをお迎えしています。こんばんは。よろしくお願いします。ツボ初登場ですね、はい、ですね。小野田さんは今はイーバラント証券でお仕事されてますけど、はいはい、投資信託の会社とかでも勤務経験があるんですよね。もともと最初は投資信託から入って、はい、でその後にですね、まあ、機関投資家ですとか、まあ、年金基金に資産配分というアセットアロケーションですね、株何割、債券何割、はい、こういう助言をですね、やる会社にいまして、はい、そこで、まあ、投資顧問業と申しますか、そういうアドバイスをやってました。で、まあ、2011年からは今イーバラント証券に移って、はいはい、まあ、こんな感じでやっております。なるほど、はい、そうするとじゃあ個人の立場ももちろんありますけど、機関投資家の立場からもそうですね、いろいろこうマーケットが分析できる方、そう言っていただけるとということになるわけですね。まあまあ、リテールとホールセールと、まあ、どちらも見てまいりましたので、はい、はい、今日はじゃあいろんな視点で、そうですね、はい、分析をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。今日のテーマズバリです。こちらです。ボラティリティの大きい相場に備えろ、はい、というタイトルでございます。はい、これボラですかね。ボラ私は船かと思いました。あ、鯉、あ、違うかと思いました。ボラだそうです。ボラですね、はい。そしてイーバラント証券のキャラクターのイーバちゃん、あ、イーバですね、はい、ここにいてくれます。プットコールっていうのね、プットコールユインと言ってますね、はい。後ほどこのプットコールというのもお話の中に出てくるかと思いますの で、ね、はい、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。ボラティリティの大きい相場というと、う、ね、やっぱりもう来年ですか。来年でしょうね、うん、はい、まあ、いわゆる変動率のことですけども、はい、まあ、ボラティリティって言っても、このいわゆる過去のヒストリカルボラティリティっていう、その過去の変動っていうものと、あと市場に織り込まれているこう予想変動率っていう、はい、インプライドボラティリティっていうのがあるんですが、2つあるんですね。2つあるんですね。で、まあ、ヒストリカルっていうのはどうしても遅れてくるんで、うん、今市場に織り込まれているインプライドボラティリティ、またちょっと後で話しますけども、いわゆるビックス指数っていう、はい、まあ、恐怖指数って言われたりしますけど、はい、あれを、まあ、見れば大体その市場に織り込まれているボラティリティってどんなものかなっていうのは、まあ、分かるというものなので、はい、そのあたりもちょっと紹介できればなと思いますけどね。はい、はい、ビックス指数確かそんなに動いてない印象がありましたからね。はい、はい、では今日の小野田さんに聞きたいことをですね、はい、一覧にまとめてみました。日経平均はトランプ氏への期待が先行しすぎているんじゃないの、うん、ということ、あとはそのボラティリティが大きい相場に備えて、はい、イーバラントを上手に活用していくっていうのも一つの手になりますので、そうですね、イーバラントとは一体どんなものなのか、これが2つ目、はい、そして3つ目、イベント前の短期的な値動きをこう取っていく方法、うん、そうですね、はい、まさに今日明日FOMC が行われていて、ね、もう市場関係者の中で 100% 値上げじゃない、利下げ、あ、利下げじゃない利上げあるだろうっていう、はい、はい、ね、そんな見方ですが、はい、まあ、果たしてそうなるのかどうなのか、はたまた値動きはどうなるのか、うん、そんなところも考えながら、そうですね、そういう時の相場はじゃあどういうふうに私たちは投資行動を取っていったらいいのか、はい、そんなところも伺いながら、はい、もちろんこれは最後外せません。2017年どこでどう動く、そうですね、はい、はい、これは私たち投資家がどこでどう動いたらいいのか、アドバイスを小野田さんにいただいていこうと思います。はい、今日はよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速まずは日経平均はトランプ氏への期待が先行しすぎなんじゃないかというところなんですけれど、はい、なんか、はい、どれもそうですけど、日経平均もそうですけど、はい、糸の取れちゃったタコみたいな、こうフラ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 っとこう上がってしまって、うん、なんかこうどうなんでしょうね、どうしたらいいんだろうって思ってらっしゃる投資家の方々も多いようなんですけど、小野田さん、今の足元のマーケットどんな風にご覧になってますか。そうですね、はい、まあ、トランプさんの勝利以降ずっと上がってるわけですけども、はい、まあ、ちょっと上がりすぎ、その12月入ってきてもまだそのペースが衰えないっていうところで、はい、だいぶちょっとこう過熱感がですね、まあ、出てきているかなと、うん、いうことは感じますね。はい、ただしなんか過熱感出てもトレンドの、うん、そっちの方向に向かっていくとなると、ね、なかなか止まらない相場っていうのはアベノミクスの時も見てきたものではあるんですけど、はい、
それでも今回の相場って相場関係者から見るとすごい相場みたいですね。そうですね、 あまり例を見ないような、はい、上がり方といいますか、はいはい、しかも冒頭申し上げたこちらボラティリティ自体ビックス自体はですね上がってないんですよね、はい、ビックス指数が上がってない、はい、不確定要素は非常に大きいんですけど、はい、それ以上に期待が先行していて、はい、ちょっと説明がつかないぐらいの上がり方、うん、で正直乗れてる方もそんなにいらっしゃらないんじゃないかなっていうところは感じますけどね。特に個人投資家の方々はあんまり乗れてないっていう話を、はい、あとはやっぱり上がってきたから適当なところで利確してしまって現金そのまま持ったままで次どうしようか迷ってるとか、はい、そういう方の話ってよく聞きますよね、うん、あとやっぱり11月上がってきてで12月に入ってもこの勢い止まらないんで機関投資家なんかもやっぱりですね特にサラリーマンファンドマネージャーはですね、はい、なんで相場が上がってんのにこのファンド上がってないのよと、まあ、責められるわけですよ。責められる小永さんがそこにいたらもう怒られてるわけですよ、はい、私はもう慎重なんで怒られちゃうんですけどやっぱりこう買わざるを得ない状況になってきちゃってるのが12月入ってからという感じはしますね、はい、そうするとじゃあ遅れてももうここちょっと高くなってきてるけれどもまだ買っている買わなきゃいけない人たちがいる。そうですね、買わなきゃいけない人たちが特に例えば PER でこう割安なところを探して無理やりこう探してお金入れてきてると、はい、ちょっと上がったところはリグってもっと割安なところないかっていうそういうなんか感じはここの1週間ぐらいはそんな感じします、うん、はい。まあ、トランプさんに対する期待感の表れそうですね、ということがあるんだと思うんですけれど、ただ小野田さんはこのところというか今年1年どうしてですか ね結構慎重な分析してらっしゃいましたよね、うん、そうですね、まあ、これ出した方がいいですかね、まだ、あ、はい出しましょう、これはダウと、はい、失業率の推移ですね、はい、上が月足で過去20年ですね、うん、上のオレンジがこれダウ、このオレンジですね、はい、はい、ですね、このオレンジがダウ、ダウです、はい、で下が失業率と、はい、こっちが失業率、はい、その移動平均にですね、はい、まあ、トレンドが分かりやすいようにこう、はい、ブルーの、はい、移動平均にしてますけども、なるほど、ピンクの方が、失業率 ね、そのまんまの数字ですね、これアメリカなんですけども、はい、右じゃない左ですね、画面左の2000年前半かな、はい、ちょうどオレンジ、もうちょっと左、この辺ですか、もうちょっと左、はい、失業率が低下っていうのは、まあ、景気拡大局面ですよね、ここですか、その前ぐらいがいいですね、こっちか、ここですね、ここの低下ぐっとしてるところが、この失業率の低下の傾きが、はい、フラットになってくると、はい、大体景気拡大のピークになってきて、はい、でそこが株価がここ、そうですね、株価のピークと大体一致してきてるのが、うん、ここ20年ぐらいのトレンド、ここもありますね、これリーマンの前ですね、リーマンか、はい、リーマンの前で2007年ぐらいにこうなって、で低下傾向止まってドーンと来て来てしまったと、はい、で今はどん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 こう低下が続いていたんですが、今年入ってからまあこのフラット化してきてるんですよね、はい、だいたい 4.9 とかそれぐらいですよね、前回 4.6、 前回 4.6 っていうのはかなり低い数字だったんで、これでまた低下局面続くのかなどうかなっていうのはよく見なきゃいけないんですけども、まあ次1月2月の雇用統計あたりでどういう数字出てくるか、まあこれは長いトレンドの話なんですけども、今年に入ってこの失業率の低下っていうのは止まってきたんで、そろそろ米国株いいとこ来てんじゃないのっていうのはそもそも前提としてあると。完全雇用って言われ始めて長いですよね。長いですよね。まあ、このあたりがちょっと私が慎重に見ている一番の理由ですね。ものすごく上に来ちゃってますよ、株価は。株価はね、株価の水準がね、そうですよね、まあ、どこまでいくかってあるんですけど、まあどうでしょうね、アップサイドどこまでいけるかっていうのは正直ちょっと限定的かなっていうふうには今は時点で思ってます。これでもし横ばいでちょっと上向きになってきたら株価だって高値取って下へ行く可能性が出てくる、ね、うん、やっぱり引き締めは売りですし、はい、量的緩和緩和はまあ買いということなんで、はい、まあ、FOMC が利上げ進めていくだろうし、うん、はい、まあ、ECB も少しまあテーパリングというかペース
落としてきましたんで、まあ、世界的にその量的緩和からこうだんだん引き締めというところに向かってるのもやっぱりこうあんまりこう強気になれない理由です。はい、あとあのアメリカの金利がものすごい上がってるじゃないですか。そうですね、このまま上がり続ける相場ってないのかもしれませんけど、うん、ある程度のところまで行った時の、はい、アメリカの景気に与える影響っていうのも結構考えておかなきゃいけない大きな問題ですよね。やっぱ景気金利上昇っていうのはねやっぱり、はい、調達コスト企業の調達コストにものに効いてきますし、はい、まあ、トランプさん勝った時にリードなんかやっぱ下がってるんですよね。そのやっぱ不動産ですからお金借りてきてなんぼっていうところありますから、うん、ああいうところ下がってるというところはやっぱ顕著出てるんで、はい、金利上昇っていうのはやっぱり気をつけなきゃいけないですね。個人の方々もローン組んでね、うん、まだまだ家買ったり、そうですね、車買ったり、まあ、こう言って言いますか、はい、個人消費にも影響出てくるでしょうし、そうですね、まあ、一番ちょっと聞いてるのは多分債券ファンドですね。困っちゃったのがその日銀がマイナス金利導入したせいで、はい、外債買いに行ってんですね、機関投資家が。特にヘッジ外債って言ってこう、為替ヘッジした、米国債買いに行ったんですけど、はい、今回利上げじゃないですね、そのトランプさんのところで金利ポーンと跳ねたんで、はい、多分相当食らってると思うんですよ。価格は下落してるわけですしね、債券価格が大幅下落してるんで、これがですねあまり表立たなってないんですけども、どこまで傷んでるんだろうっていうのはねちょっと心配です。はい、これ日本もたくさんもちろん持ってますし、うん、中国も ね持ってますけどね、はい、一部はなんか出締まったみたいな話もね、そうですね、はい、出てましたけど、中国に関してはやっぱ自民元のね下落圧力が強いんで、はい、まあ、米債売って中国人民元買うっていう通貨介入のためっていうところもあると思うんですよね。あ、なるほど、はい、そういうまあ事情も、ね、事情も、はいはい、ありますよね、ございますね、はい、さあそしてこれがまたね面白いんですよね、はい、こちらの表をご覧ください。タイトルが経済政策不確実性指数とビックスの推移なんですけど、はい、これで日本語訳合ってるのかどうかっていうのはねちょっとこれってアメリカのものなんですね、指数これ、はい、アメリカのですね、はい、3人の教授がですね、作った不確実性指数、はい、いうものなんですけど も、 ね、もう新聞とかでですねこう不確実性っていうワードがあったらそれをこう集めてきて何個あったと、はい、でそれ指数化してる指数なんですね。あ、そういう面白い指数があるんですね。これが青い方なんですけど、はい、このブルーの方ですね。で今足元グンと上がってます、はい、同じその彼ら の、 その研究の中に、はい、ビックスとまあ非常に連動してますよと、そのボラティティインデックス、はい、はい、ということなんですよね、はい、で確かにまあそうだなっていう傾向はこれ過去そうですね97年から見てますけども、はい、まあ、確かに不確実性が高まってるとビックスボラティティも高まるなという傾向はね、見られたと。低迷してれば低迷してるし、ここも上がれば上がるし、ここもそうですよね。ところがこれ2016年、今年ですね乖離しちゃってるんですよね。すごい、しかも大きく乖離してますよね、はい、まあ、これは一つはまあ、米国の世論、まあ、新聞各社がトランプさんに関して否定的だっていう選挙がね、データ上の問題もあるんですけど、まあ、そうは言ってもやっぱりちょっとビックスがまだこの不確実性のこう上昇を織り込んでないんじゃないかっていう見方もですね、はい、一部欧米のアナリストなんかから出てたりするんで、はい、まあ、確かにそのトランプさんが何してくるか、それこそツイッターで政策を言ったりいうことなんで、はい、まあ、ちょっとよくわからない割にはビックスまだ低いよねっていう状況が今あります。そこまでですもんね、全然上がってこない。だからどっちかが間違えてる可能性が、そういうことですね、ね、はい、あるわけですよね。もしビックスが、まあ、不当にって言ったらあれですけども低いと、はい、いうことであれば、今のこの不確実性指数の水準だと過去の計算だと大体 20% 後半ぐらい、25半ぐらいの水準になってないと、はい、本当はおかしいっていう状況なので、うん、まあ、どっちが正しいんでしょうねという。これビックスがこのところあまり動いてないっていうのはどういうことなんですかね。トランプさんに対して安心してるっていうことなんですかね。ビックスが低いっていうのはボラティリティが低いっていうことですね、でボラティリティが低いっていうのは、はい、オプションの買い手があまりないってことなんですよね、うん、オプションを買いたいっていう人がいると、はい、オプションの需要が増えます、はい、普通は株は、うん、株買いたいっていう人がいれば株価が上がるんですよね、はい、でオプションの場合はオプションが買いたいっていう人がいるとボラティリティが上がるんですよ。
ボラティティとオプションっていうのは、まあ、同じものだと思って構わないです。ボラティティを買うっていうのはオプションを買うっていうことなんです。オプションを買う